アトピーアレルギーでもそんなね、このビフォーアフターがあるので、シミとかも戻ってきますから、でターンオーバーが早くなるので、どん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 変わっていきますよね。さっきのあの僕のね、こっちのシミが金の糸を入れた方はなくなってきたって言ったじゃないですか、本当にあったんです。でなんでかって言ったら、このシミは皮膚がんにならないように守ってくれてるんですね。子供の頃って代謝がどん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 肌が生まれ変わってるから、直射日光が中まで深くまで入っていくってことがなくなるわけですよね、だからあのシミとかができづらいんだけど、やっぱ二十歳過ぎてきたりすると、さっき言ったような理屈で代謝が悪くなってくるから、肌の生まれ変わりがどんどん遅くなるわけですよね、そうすると日が中に入っていっちゃったら、これ皮膚がんになっちゃうから、実は体がこれ日傘をさしてくれてるんですね。要するに皮膚が中に入っていかないように日傘をさしている状態がシミなんです。本当は体を守ってくれているんです。だけど美容の局面から見るとめっちゃこれありがた迷惑なわけですよね。でも金の糸を入れてなぜシミが薄くなるのかって言ったら、丈夫になってくるから日傘をさす必要がなくなるんですね。もう一度さっき言ったように若い頃の状態にやっぱり戻っていくので、日傘をさす必要がなくなっていくから残っていたシミも薄くなっていってるっていうのが、これが事実です。理屈なんですね、なのでなくなるとは僕は言い切れませんけども、多くの方がシミがやっぱり薄くなってます、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。